はい、はい、ということで、エンディングというかでございますけれども、はい、ちょっとね、うん、まあまあ近いところで、はい、イベントがあったじゃないですか、うん、で綾瀬さんがなんかそちらに行かれたというか、はい、駆り出されたというか、はい、ありましたんでちょっとその話していただけないかなと思うんですけども、はい、階段を怪談王2020ですよ ね、ありました、うん、怪談王2020の日本一の怪談師を決めましょうともう年末の風物詩みたいになってきてるのかね、うん、ですね、うん、でなんかもともとは夏とか夏過ぎやったんですけど例年ね普通そうだよな、うん、怪談ってなんですけど、まあ、コロナということもあって、うんまあ、この年末に、うん、コロナだからなんだ、うん、そうコロナということもあって、まあ、年末になっちゃったんですよね、うんうんまあ、で僕も1日前ぐらいかな山口先生と、うんまあ、全然別件で連絡してて、うんまあ、その時に話聞いたのがスタッフが足らないんだって話をされていたんで、うん、オーナー僕も行きますよって言って、うん、朝10時かな、ね、新宿のレフカダっていうね、うん、結構イベントいろいろやっているところ行かせていただきまして、はいはいはい、オーナーもう僕が入った10時過ぎかな、うん、10分20分ぐらいにはもうタートルカンパニーのスタッフさんたちが、うんだからもうタートルカンパニアスタッフで運営するってことよねとオカルトエンタメ大学ああそうなんだ、うん、東北新社さんからオカルトエンタメ大学さんのスタッフかそうスタッフさんが来られてて、で、配信するみたいな話になっていて、うんはいはいはい、僕行った頃にはもう、うん、中でも穂積さんが撮影、うんなんスタッフとして借り出されていて、うんうんうん、会った時にはもう全部終わってますって言われて準備がそううんえと思ってほな今日やることないなと思ってもいらんいらんやん、うん、いらないですよ僕、うん、だからその日ずっと出演者さんと話してました、ね、いや何をもともとやる予定で言ってたのいや何かあるんだなっていう感じでしたあ特に、うん、まあまあ確か多い方がいいからねスタッフは多い方がいいから、うん、ほなまあまあ行かせていただきますよって言ったんですけど、うん、もう全然やることもなくってみんなもううん、終わってて穂積さんが全部、うんまあ、優秀ですよやっぱ穂積さんってうん、うん、まあずっとやってるもんねそうそうあの人イベントの裏方イベントの進行方法みたいなのも全部分かってるんですよね、うん、全部終わっててほんで何かタートルカンパニーに新しく入った優作さんっていう知らない誰人が入ったんですよ、うんうん、僕らの年上なんですけど、うん、僕あの名前が普通じゃない優作さんって、うん、だからメゾン一国の五代優作で覚えたんですけど、うん、別にやっぱりまあまあ他にも優作いるだろうけど優作さんっていう人がいて、うんうん、なんかいろいろやってて紆余曲折あって今は怪談をみたいな感じでしたどんな紆余曲折したらそこに行き着くんだよ元々はサッカーのユースそこスタートで階段に行き着くことある、うん、チームユースほんで次がエイベックスでミュージシャンもうめちゃくちゃだなで今階段何その人生、うん、なんですよ面白そうだなそうそういろんなこと体験してるみたいな人がいてて、うんうん、その人も結構できる人でも裏方をもうエイベックス勤めてたっていうのもあって、うんまあ何、ていうんですか、まあ、照明とか機械系も強いんだそうそうそう、うん、だからその人がそこやってるからやることないですよね僕ねえお前も別にそこ得意なわけじゃないもんね、うん、別にそのだからライトがどうとか楽屋ずっといて、うん、で田中さんとかうんあんまそうか顔見知り結構多いもんね竹内さんとかね、うんうん、それこそ渡辺さん、うん、とか関西の人ばっかりじゃんめったに会えないからじゃないそう話してましたねイチラさんとも話イチラさんが一番喋ったかな僕イチラさんは、うん、北海道だっけ北海道かだからみんな地方から来たのそうっすねへえ一夜さんと一番話したかと今夢郎さんもねタートルカンパニーからは夢郎さんだけじゃないかな出てたのうんあの勝ち上がって予選勝ち上がってそこに参加できてるのがえとか何人ぐらい出てんのそもそもその 8人なんだ8か9ぐらいかなえもっといなかったなんかいやいやあの本戦はそれぐらいよあそうなんだうん審査員に鷲見さんとかいましたけど、うんうんうん、参加者は10ぐらいじゃないかな8、9、10とかうん、それで、ね、トーナメントそうそうトーナメントで勝ち上がって優勝者決めるみたいな感じかでも結構待ち時間が長かったんでね、うん、田中さん
と一番喋ったの一夜さんと田中さんかな、うんうん、ずーっと喋って、まあまあね、結構関わりあるからね。そうそう、うん、まあ結果見てない人もねいるし、あとオカルトエンタメ大学で配信するっていうから、まあ、結果は言わないですけど、ああそうなんだ。そう、まあすごいドラマチックなことが起きたりとか、へえ、すごっと思ったりとかね。メンバー覚えてる？誰出たか覚えてますよ。それはいいんじゃないの？それはいい。どういうこと？それはいいっす。それはいいっていうのは、名前が覚えられないです、ね。ああ、そういうことなんだ。ただそのどういう人かっていうのは覚えてる。なるほどね。うん、あの人が良かったわ。吉野さんっていう、うん、夢郎さんと戦った人がいるんですよ、うんうんうん、1回戦でね、うんうん、勝ち負け言わないですけど、うん、その吉野さんがガラッパっていう、うん、カッパね、うん、別名でガラッパっていうんですけど、うんうん、ガラッパを見た動画を持ってると、うん、撮影した、うん、自分じゃないんだけれども友人が撮って、うん、その話がすっごい面白かったりとか、あ、それを話したんだ。そう話してる、自分の動画を持ってるんですみたいな話して、うんうんうん、いやもうええー、っていう話それもうあれじゃん、妖怪とかそういうの好きな人からしたら、うん、もう幻の一品じゃないの、うん、そうで、お話もすごい上手いんで、これから俺来るんじゃないかなと。あ、そう、ニューカマーなんだ。うん、へえ、すごいっす。 まだじゃあそんなにはやってないんだ。じゃないかな。やったとしても鹿児島の人なんで九州とか西日本で活動してるんでしょうけど、多分これから東京の方ではあんまやったことないんだ、うん、これから関東とかのイベントとかそれこそ会談会とかに誘われるんじゃないかな。へえ、じゃあそれぐらい インパクトあったんだ。インパクトはすごいあった。まあ、夢郎さんもすっごい頑張ってるし、うんうんうん、なるほどね、うん、なんか全体的には、うん、じゃあ会談イベントとしてまあ盛り上がった感じなんだね、うん、じゃあどういうこといや、そのなんていうの、うん、あれじゃん、あのなんだっけ、配信とかじゃなかったっけ。配信配信、そうそう。だからなんか今までのさ、うん、ほらこういうのってイベントだから、うん、お客さんが、うん、まあ、入って、うん、ライブとしてやるからいいみたいな部分もあるじゃないですか。お客さんも入れてました。あ、お客さんも結構入ってるのか、うん、入れてます。あ、そうなんだ、うん、いやなんかそのそれこそさ、お客さん声出せないからみたいなので、うん、 ね、あのほらちょっと気使って変な感じになってるとかあるかなとか思ったら、少数しか入れらんないってなって、あ、そうか、人数制限もそもそもしてたのか。そうそう、人数制限もいるので、うん、うん、やっぱり難しい感じはあった。階段ってね、やってる時やっぱ密室じゃないとダメなんですよ。会場がか、外の音とか、あ、音がそうあったら、例えば車がぐーっと走ったりとか、はいはい、あるあるある、ペチャクチャペチャクチャ喋ってるのが聞こえたりとかしちゃうんです、外のね、うんうん、言葉が入るから、密室でないと僕はダメだと思ってるんですよ。ダメだね。うん、なんですけどやっぱり空気を入れ替えないといけないから、まあ、そうやな、うん、その音とかが入ってきちゃうんじゃないかなとかね、いろいろありましたけど、あのゴールデン街劇場の頃、うん、あのマロさんが階段って言ったら、あの小鳥のさえずる音がチュンチュンしてすごいほのぼのしたみたいな話あったもんね、はい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 、東北ね、それ東北か、東北大会の時に、そうマロさんが話し始めたキツツキが鳴くっていういやだから全然その雰囲気がそうそう、ね、爽やかな感じになっちゃうみたいな、爆笑やったらしいですよだやっぱり、ね、でもそうよね、うん、それ環境ってやっぱあるよな。そう、階段とかやってんだったら特に、ね、でまあそれでしずきさんとも久しぶりに会いましたよ。あ、え、出てたんだっけ。千月さんは MC、 あ、 MC か、うん、司会進行でやられてて、 あと裏方もやってましたね。あの次の、出演者出場者 4B 行ったりとか、じゃあもうタトルカンパニータレントが総出で裏方やってたんだ ね、うん、ね、で中澤さんも来られて、中澤さん何しに来た。見に来られました。あ、観客で、うん、観客で見に来られて、まあ、ずっと楽屋いたんですけど、うん、楽屋からもね映像があるんでそこから見られるんですけど、うんうん、そこにずっといて中澤さんも、まあ、おしゃべりしたりとかしたりして、結局だから忘年会ってできないんですよ、うんうん、そこがなんか忘年会みたいになって久しぶりに会うみたいな。確かにね、うん、なかなか会わない人たちと、うん、一堂に会してるね。そうそうそう、しずきさんえらい美人になってましたよ俺他の人から聞いてたんですよ、しずきさんが細なってむちゃくちゃ美人になってるみたいな。あ、痩せたってこと。そう、えらい美人になってますよって誰かから聞いてて、うん、それ何人かに聞いたんですよ、うん、ほんで痩せたぐらいでこんな変わるかなと思って、うん、結構綺麗になってた。へ、びっくりしちゃって、なんか久しく会ってないもんな、うん、最初分かんなくって、うん、あの衣装あるじゃない、あの着物、うん、あれで分かったからね。着物着てたんだ。うん、着物着て、あ、そうか、出るからか。そうそう、やってて。あ、そうかそうか、びっくりしたね。え、なんかあれやっぱり
なんかコロナとかで家行ったからとか。どうなんでしょうね。うん、そこら辺は分かんない。中澤さんも異常に細くなったでしょ。中澤さん顔ほっそりしてるじゃん、うん、あの腕見てみて今度、うん、ほんまもうガリガリ腕ガリガリびっくりしちゃった腕えと思って。っていうかさ、なんでみんなそんな急に痩せんの、うん、その逆じゃん、大体みんなコロナで太ってるのに、ね、なんでタートルカンパニー勢は痩せてんの、ね、いや何してんのって思うか。おはじき舐めてんのかな、もう中澤さんとか。ドロップないからもうな、おはじきやそれって。天井穴開いたまんまだしな。そう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 、直したらええのに直さんからね。うん、うん、へえ、でもいいね、そういうなんか会わない人に会うっていうのは ね、うん、ね、たまには。全部終わってほんなご飯食べ行きましょうって山口先生がもの取ってくれて、うん、食べ行ったんですよ。なんかイメロさんが見つけた餃子屋やったかな、うん、まあ、そこ行って、うん、でまあ、あの竹内さんもいらっしゃるし、うんうん、田中さんもいらっしゃるし、あと一夜さんとかね、うん、もう階段好きからしたらなかなかのメンツだろう ね、 そうそうね。で誰かが気づいて、うん、このメンツで配信したらえぐいことなんなみたいな話になって、うんうん、でまあ、しずきさんもいらっしゃるし中田さんもいらっしゃるし、うんうん、これすごいっすねみたいな。まあジャンルはよく分かんないけどね。まあ今階段階ですよ。ほな田中さんが、うん、あのアップスーさんも来たいって言ってますみたいな、うん、あいいですねってなってアップスーさんも途中から来られて、うん、で山口先生とアップスーさんは、うん、初めて会ったんですよ。ああ、うん、そうなんだ。でどうやって紹介したらいいかなと思って、僕はアップスーさんを、うん、田中さんが紹介するのおかしいし、山口先生にねタートルカンパニーもないのに、まあ、別にいいんじゃない、普通に、うん、あのなんかで知り合ってみたいな、階段一緒にやってみたいな、ね、田中さんパッコなってて顔なんでそんな飲む感じ、めっちゃ飲んでました。なんだ、うん、ほんでだからどうもないなと思って、僕がね、まあ、一応紹介して、うん、ちょっと今までのあの階段では考えられないようなものすごいアイデアでもって階段を広めようとしてる、もうすごい人です。ああ、なるほど、そこをしたんだね。そうそうそう、はいはい、まあ、その階段どうこうってやっぱ聞かないとわからないから、うんうん、じゃなくてそれ以外のもので押した方がいいなと思って、活動はね、活動はね、うん、だから、階段っていうものに新しい風を吹かそうとしてる、うん、もうほんま革命家みたいなもんですよ、うん、で、まあ、お互い知識あるしね、そういうだし、まあ、どっちも階段階を新しくしようみたいな気持ちがある人たちだから、うん、2人ともね好きなんだもん ね、 ね、単純にね、階段も、うん、そうそう、うん、まあ、でも全部終わってみんな帰られて、うん、タートルカンパニー勢だけ残ろうってなって、うん、ゆめろうさんと中澤さんとしずきさんと僕と穂積さん、うん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 、珍しいよなこのメンツ。そうでも分かんないだろうけど、なんだ忘年会、タートルカンパニー忘年会だって言って、うん、はいはい、5人で残っていろいろね喋、うん、ったりとかしたんですよね、うんうん、全然想像つかない俺そのメンツで喋る感じが。あでもまあそんな、最近どんな仕事してますとか、うんうん、たわいもない近況報告みたいな、うん、話をずっとダラダラーとしただけでそれで、うん、それでそんな何時間もいるんだね。いやしずきさん、うん、すげえ睡眠やってんの仕事、うん、まあ、うん、そのどこまで行っていいか分かんないですよ。そのあんまり仕事の話どんだけ頑張ってますっていうのも違う話だし、まあ、そうだね、うん、僕はそれも下品やだと思ってるんで、うん、しずきさんが自分でその事務所じゃなくて自分がここと仕事したいっていうところにオファーかけていって仕事をさせてもらってずっとつながり作ったりとかしてるんで、自己プロデュースで営業してってことね。で、あの人なんか今裏方もやってるんですよ。へえ、あの本書いたりとか、あなんかそうそれ、うんうん、なんかで見たな、脚本書いたりとかしてるんで、ね、うんうん、なんかもしかしたらタートルカンパニーの中でいっちゃんなんか外とつながってるというか、うん、うん、ていうかそんな営業するような人いないもんね。いないいない基本、うん、プロデュースみたいなことしてるんですよ、うんうん、広く動いてるなって。一番なんかちゃんと仕事を取りに行ってるタイプだね、うん、久しぶりに会ったらなんかできる人になってましたね。へえ。ものすごい。前はできなかったかのような感じ。前はできなかったけど、ね。嘘ですけどね。前も頑張ってましたけど、なんか頑張り方が空回りそうよね。うん、あの、うん、分かんないですよ頑張り方って、人それぞれ。そうそう。うん、だって正解がないからね。そうそうそう、芸能特に、うん、難しいよね。こうしたらしずきさんっていいんじゃないかなと思ってたけど、それは俺が言うこともないし。うん、まあね。マネージャーじゃないしね、うん、そうって思ってましたけど、うん、なんか僕なんかが思ってるよりももっとどんどん動いて仕事取って、うん、すっごいできる人になってて細なって綺麗になって、いやだからなんかあったんじゃない、うん、あの変わる、あそうかそうか、うん、うん、
なんかここでやんないともうダメだって思うようなきっかけがあったんだと思うよ、うん、あったのかもしんない。あでなんかその中ですっごい言われなんかほんま真剣な顔になって、うん、聞きたいことあるって言われて鈴木さんにお前にそう、うん、でもなんか全部できてるから今やりたいことがね、うんうんうん、であのお金にもなってるし多分ね、うん、聞いてないけど何もかとか聞いてないけど、うんうん、まあすごい大きい企業とかね、うんうん、有名な人とかともコラボとかじゃないか仕事でつながったりしてるから、うん、なんか俺なんかに聞くことなんかあんのかなと思って、うん、モチベーション聞きたいっつって言われたんですよ。モチベーション、ほう、目標とか、うん、どうやってモチベーション保つのかと。そうそう、うん、なんか私がもし早瀬さんの位置にいたとしたら、うんうんうん、裏方もテレビもやってるし、うんうんうん、演者もやるし、演者も YouTube とかポッドキャストとかいろいろやって忙しくやって、うんうん、言い方良くないかもしれないけど仕事を選ばずに全部やってますよねって言われて、うんうん、でも階段音以外は全部出てるんです僕まあまあ実際確かにはほとんど受けてるイメージだね、うん、仕事はね、うん、むっちゃ安いのでも僕やってるんですよ、うんうん、それなんでやるんですかって、うん、確かにモチベーションだねそれは。そうでそのどこが目標なんですかみたいなそれを聞きたかったんだ君でって言われて、おうおう言われたんですよ。未知の生物だな。そうそうって言われて、うん、で僕の中でのモチベーションとか目標って、うん、始めた頃から全然変わってないですよ。始めた頃っていうのは5年前とかじゃなくて、うん、もう18とか17から、うんうん、上京してからってこと。そう、うん、怒りでずっと動いてるって感じ復讐だっつって、ね、そうそうそう、ああ言ってるよな。岡山の僕の田舎の人が出る時にすごいバカにしてきて、うん、で20歳になって成人式で戻った時もむちゃくちゃバカにされたみたいな、うん、だからその時のやつらがちょっとでもあああの時少し早瀬と話しとけばよかったなって思わせるために僕はずっと頑張ってるし、うん、でもそれって横で見てみないと分かんないじゃない、うん、早瀬と話したかったな話しとけばよかったななんて遠くから僕がいるから分からないじゃない、うんうん、かだからもう止め時が分かんないっつって、うん、確かに、うん、あっちからね そういうきっかけがあったらまあ分かるけど、うんうんうん、まあないもんね。例えばですけど、まあ、ない話ですけど僕が、うん、さんま御殿出たとか、うん、そうだね、うん、なんかすごい大きい番組出たとしても、うんうんうん、でも別に思ってないかもしれないじゃん。そうだね、うん、だから止め時が分かんないからないんじゃないそれ止め時って特に多分ないと思う、うん、だからずっとその怒りで、うん、が原動力でずっと動いてて、うん、で今奥さんもいるし、うん、奥さんを幸せにしなきゃいけないからもうずっとひたすら頑張ってますって言って、うん、でいいじゃんモチベーション。そうでも YouTube とかはもう、うん5年間岸本さんはもう無賃で来てくれてるから、うん、うちにいやそれおかしいんだけどその感覚。無賃で来てくれてるから一回文句言ったことないし、うんうん、もう金になってないのにずっと来てるから、うん、だから今 YouTube とか、うん、ポッドキャストも調子いいし、うん、始めてじゃあ肉高い肉食うたって岸本さんが話してくれたら、うん、あちゃんと恩返しできてるんだなめちゃめちゃ嬉しいなっていうのがあるからそれをずっと続けたいから僕はずっと頑張ってるって言ったんですよ、うん。さなんか本気で答えちゃったからか、うん、なんか違う話になったわ受け入れられなかったんだみたいな。それってでも参考にならないもんね。だってそうならないんですよ。だってそうそうそのモチベーションって真似、うん、できないからな。あとその僕らって2人でやってるじゃんコンビでやってるから、うんうん、コンビだったら多分合わせられると思うんですよモチベーションを。そうなんやと思ったらあコンビだからこういう風に考えられるんだなとか。でも鈴木さんでも一人で確かにずっといろいろ動いて頑張ってる人だから、うんうんうん、多分僕のモチベーション聞いてとって多分それと合わないような気がするんですよね誰かの。多分ね、うん、全然変わっちゃうもんねモチベーションってその人によって。だから怒りと感謝でやってますって言ったんですよすげえなその、うん、両極端なところ。そうだから分かんないと思うんですけど、うん、まあまあはあみたいな感じで終わってでもだいぶモチベーションがあるから、うん、そんだけ動けてるんじゃないのかなと思うけどね。うん、いいじゃんって思うけど、ね、うん、なんかでもあるんでしょうね。どっかで変わったんでしょうね。絶対変わったと思うよ、うん、その動き方、ね、そんな、うん、ことになんないよ。なんかがないと多分、うん、ね、うん、僕そこが一番びっくりしました階段は。へえ、階段はあの日しずきさんが変わったというところ。うん、なんかすごい強くなってた。へえ、美人になってたし。なんかだからあれなんだろうね、そのうん、まあ、それこそコロナも影響あって、うんうん、やっぱそうか今まで通りじゃダメだっていう人が結構増えたから。増えた増えた。そういう意味ではそうか、なんかね腹くくったみたいな人が
増えるかもね、芸能界とか特に。芸能特にね、確かに、うん、だって芸能なんて別にね、いつなくなってもおかしくないから、うん、そうよ、ほんまに。そういう意味ではもうやっぱ腹くくって早く今の、うん、もうすぐ売れなきゃダメとかさ、うん、思う人多いんじゃないかな、ね、ありえない話だけど、テレビが明日なくなったらみんな仕事なくなるからね。そうだよね、まあ、それ言い出したらみんなそうだけど、うんうん、だけどエンタメとかってさ、例えば、うん、変な話戦争とかになったらさ、うん、一番になくなるじゃん、うん、やってらんないもんね、娯楽、うんうん、もしかしたらすぐ来るかもしれない、そんな話なんて、うん、食えなくなるからね。いやそうだよね、一気に、うんうん、で番組もずっとそれをさ、そうそう、ニュースがずっとやってたら、うん、バラエティーの人はいなくなっちゃうもんね。ほんまに、そこ考えるとやっぱだから今、うん、今なんだろうなって思う、ね、もう今ある程度やんないと、もう、うんね、次はどうなるか分かんないっていうことになったんだろうね、うん、ポッドキャストとか YouTube とかもいつなくなるか分かんないしね。そうそうそう、うん、そうなんですよ。だからほんま今社会力頑張らないとなっていうのがあるからへえ、頑張ってるんでしょうね、うん、だと思うわ。僕らもそうですし、うん、なんか個人個人のだから僕どう頑張ってますっていうのをいろいろと話して、うん、自分のは多分モチベーションに還元というかして、うんうん、2021年頑張るんじゃないですか、うん、まあでももうそうなってくんだろうなっていうね、うん、でだからタートルカンパニーっていう事務所自体が、うん、そういう人が増えてれば、うん、事務所としてもまあ多分ね良くなっていくんだろう ね、まあね、うん、だって事務所からしたら勝手に知名度上がっていくんだからいいよな ね、 ね、そう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 、うん、で別にケツ叩かなくても自分で言ってくれるわけだからね、うん、そうそうそう、うん、それがまあ理想的よね。うん、それはありますよね。うん、うん、でも事務所、うん、どうすんだろうね。そうなったらみんな一人で買ってくれてるからね。そうそうそう、うん、コントロールできないっていうのはあるよね。そうそう、自分で発信できるからね。うん、それはありますよね。そうなんですよね。でもすごい面白いな。でもメンバーでしたよ、ほんまに。全国から集まってるんですもん。階段をね。北海道からね。うん、南は鹿児島ですか、うん、吉野さんね。うん。すごいな。なんかじゃああれですか。うん、それはいつ頃出んの、なんかエンタメ大学さんでやるんでしょうね、来年とか、うん、じゃない来年というかまあ、あ、そうか、入ってるから21年か、そうそうそう、21年やるんじゃないですか、頭ぐらいかな。生配信してるのもあったと思うんですよね、有料で。それもお金払えば見られると思いますけどね。それがエンタメ大学さん、ちょっとよくわかんないですよ、調べてみたら出てくると思いますけど、まあ、かなりドラマチックな、うん、回になりましたよ。でもそういう大会ってやっぱり、うん、あれじゃん、計算できないからさ、うん、そのまあね、うんうん、M1 もそうだけどさ、まあ そうですね、そういうのいいよね、あのなんていうかな、生でやって勝手にドラマができるっていう感じ、うんうんうん、ああいうのはやっぱりいつ見てもいいなと思うわ。いろいろ言われましたよ、林さん階段やんないですかみたいな、うん、やんないって言った仕事選んでんじゃねえかよ選んでるというか、うんうん、そうっすね、もうやんないもういいかなって、うん、うん、もういいかなっていうか、僕なんかがやっていいのかなっていうのは、うん、別に呼ばれりゃやる、 やるでしょう。だってやるんですよ、うん、呼ばれりゃやるけど、自分からは多分進んではやんないと思いますね。うん、うん、そんな今までとかあんないじゃん、そこやんないって言いましたね、うん、聞かれたんですよ、やっぱいろいろ聞きたかったみたいな、うんうん、階段やんないんですかみたいな、階段会とかみたいな、やんないって言いました、まあ、主催とかではやったことないもんな。やんないよ主催で階段なかったっけ。でもそんな、いやだって俺らの方が階段会やりましょうって言ったって人集まんないでしょそんな。いやいや集まるでしょ、そのやってる人たちいっぱいいんだから、周り田中さんとか阿久津さんとか、うん、でも一人クリアはその周りももうみんな来るでしょ、まあね、俺で温度取られたくないでしょだからまあタイプ的に違うっていうのもあるし、そうそう、それも田中さんとかもそうじゃん。あ、まあね。どっちかっていうと、ひょうひょうとこうゲストで来て、軽く自分のスタンスでやるっていうのが一番、なんか生きると思うから。田中さん、面白い人で、最後まですごいなと思ったのが、次の日に、まあ、朝から仕事やからって言って、ホテル泊まって、朝、新幹線か飛行機
って、うん、ですぐ帰るみたいな、そう帰ってで、うん、その次の日にもう四国で何やったかな階段階あるみたいな、うんうん、あ、なんかいつもやってるやつだ、階段ストリップ階段みたいな、うんうん、ストリッパーと一緒に階段するみたいな何その仕事、うん、そんな仕事があるみたいな話をされていて、高知やったかな、まあ、どっかにするみたいな話してて、だから朝から行かなきゃいけないですって話してて、うん、大変ですねみたいな、ほんでまあ僕らタートルカンパニー勢はそのままいて、うん、他の人らは他の人らで、まあ、まあご飯食べるなりお酒飲むなりなんかしていったんですよ、うん、で一夜さんとアップスーさんと田中さんとあとチビルさん、あ、うん、もういたんだ、うん、後から合流したみたいで、その4人でご飯食べましょうって食べたんです、うん、三軒茶屋かなんかで飯食うたみたいな、うん、本当に急に田中さんから連絡来て、うん、カバン忘れてませんかねみたいな、うん、そこにみたいな、うん、見たらもうごっついカバン忘れてるんですよ気づいてなかったんだずっと、いやかなりでかかったですよ、うんうん、バッグ、うん、もう中学生さんがだーまー言っても耐える時ぐらいでっかいやつまあだってそうよね、遠くから来てるから、うん、そうかなりごっつい旅行バッグ忘れてて、うん、ありますよみたいな、うん、どっかで受け取りたいですみたいな、うん、あ、分かりました、じゃ あの渡しますよって言ったんですけど、うん、あの閉店まで連絡来ないんですよどないすんやろうと思って、ほな連絡来て、アプスーさんから連絡来たかな、うん、あのカバンありますよねみたいな、うんうん、ほなもうあの家持って帰ってもらって、うん、あ僕家持って帰りますよみたいな、うん、ほんで、まあ、どっかで合流して渡しますよって言って、うんうん、あ、それいいですね、なんかあのタクシーで田中さんが新宿のホテル泊まってるから三軒茶屋から、うん、行って乗って僕の家のね最寄りの駅まで来るから、うん、そこで渡しますよって、まあ、新宿近くですよ、うん、そこで渡しますよって話をして、でじゃあ僕交番前にいますね、駅がものすごいあるんでね、そこ出入り口たくさんあるから、うんうん、交番前いますわって言って待ってたんですよ、うん、ほなふーっと田中さんが乗せたタクシー来て、うん、降りてむっちゃヘラヘラしてて、うん、へーっつってずっと笑ってるんですよ。わかるなぁ、顔。へへって笑って。顔がわかるわ。へへへって言って、僕がバックって言ったらバックスッと取って、へへへへへってそのまま帰ってダメ人間だなぁ、うん。めっちゃ酔っ払ってた。ああ、もう。次の日行けるんかな、絶対ダメだなぁ、うん。次の日もバック忘れてんじゃねえかな、ヘラヘラしながらずっと。一言も発さず、へへへへ。照れくさそうに。へへへって言って、スーって言って、また連絡したっさーってふーって言って、あれが連絡なし。いや、もうすげえわ。アプスーさんから連絡ありました。あの、田中がごめんなさい。すいませんでしたって。アプスーさんしっかりしてるなーって思って、まあ、ずっと仲いいからね、二人。田中さんはでも本当あれよね、うん、あの周りが何とかしてあげたくなるんだろう ね、うん、許されるもんな、それでも、うんうん、あの人はなんかそうだね、魅力的なんだよな、会うたび会うたびなんかすごい好きになっていく、うん、わ、なんか、うん、そうそうそう、やっぱ嫌われないよ ね、あの人ね、あんだけなんかめちゃくちゃな感じなんだけど、そうそうそう、田中さんはむちゃくちゃなんか魅力的、魔性の感じして、アプスーさんはむちゃくちゃできるんですよ。うん、キーも回せるし、うん、すごいできる。あの、論理的よね、なんか会話がね。そう、うん、もっそ頭いいし、うん、そんな感じの魅力に魅力があるんですよ。うん、また会いたいって思うし、うんうん、で竹内さんとも話したんですよ、結構。うんうん、石川さん。あの人ってものすごい先生なのに、うん、軽いんですよ。腰低いしね。そう。で、うん、僕なんかと話してくれて、うん、話したのはずっと嵐の話っていう、どっちも好きなんで、話してて、うん、で、わーって乗ってくれていろいろ話して、うん、で、大阪の人ってやっぱええ人多いなと思いますよ。まあね、やっぱり気質はあるんだろうね、その、うん、人を楽しませたいとかわかんないけど。すっごい面白かった。小笠原雅也さんとも会いましたよ。ああ。うん。え、出てたのか。出てますよ。あ、そっかさ、出場者か。そうそう、出てます出てます、占いのね。うん、うん、占い、ま、今はプロレスプロレスラーかな、うん、うん、それメインなのかな、プロレスと、あと絵も描いてるし、うん、いろいろやられてる、お忙しい方ですよね、うんうん、お会いしまして、なんかあの終わった頃みんなに差し入れですって物を買ってきてくれたりとか、へえ、なんかできる大人でできてました、聞くんだねみんな、うん、階段を追って本当そういうのダメだからな、うん、タートルカンパニーが一番気遣えてなかったのかもな出たもん食うぐらいだもんね、そうです大体持って帰るとかヘラヘラしてる、俺と中澤さんが楽屋にいてでもしねえのにずっとヘラヘラしててめちゃくちゃ喋ってて弁当食ったりとかね、うん、あるもんね、そういうの。中澤さんがおもろかったのが、あの小笠原雅也さんが差し入れです、みんな階段して疲れてるでしょって結構物買うてきてくれて、うんうんうん、ドンと置いたら
出てもね中田さんが一番に手つけとしたんですよ。いやもう絶対やると思った俺。その時に、うん、まあまあ僕ら出てないからね一番最後でいいですよね手つけるのはねって言って、うん、余ったやつでいいですよって言ったんですよ。したら中田さんが、うん、はっって言い出して、うん、確かにそう気づかなかったって言われなきゃ確かに一番取ってた。いやほんとやりそうだわと思った今。って言って3番目ぐらいに取ってた。あーさすがだね、さすがだなと思って。なんでああいうところね、うん、全然気回んないよねそういうの。気回んないな。気回んないけどでもたけしさんの番組で名前出してくれて。ああね、なんだっけ、カッパの話ね、おばあちゃんの話か。そうそう、ね、話してくれて、たけしさんがいいんだよもう早瀬くんの話はみたいな言ってくれて、うん、もうあれ共演ですよね。だから僕も共演ではないけど伊集院光さんもいたんですよ、うん、ほんまにもう大尊敬してる、うん、伊集院さんとも尊敬してるし早瀬くんの名前も出てたし共演ですよ、ね、共演あれはそれを共演というならもうすごい名前出る人みんな共演してることになっちゃうから共演だ、うん、でも気づいたんですよ、うん、中澤さんに会議を話せば、うん、年末に名前出してくれるんですよ。確かにそうなんだよね。そう俺もそれ思った。テレビで名前出してくれるってかなりの告知広告になるじゃないですか、うんうんうん、だから中澤さん使えばいいんじゃないって思って。中澤さん結構それやるよね。やる。そう。友達とかの話でね、うん、なんとかって人なんですけどとか。前回も茨城行って出てましたしね。うんうん、っていうところ、うん、本当だわ。そうなんですよ。中澤さんに広告打っちゃいいんだ。そうそうそう。そうなんですよ。中澤さん使えばいいんですよ。無料で、ね。歩く広告だもんね。そうですよ。うん。うん、簡単じゃん。だからその時言ったんですよね僕、うん、あ使えばいいんじゃんって使えるぞ中澤動くぞ喋らせればいいんだってそうそうそう、だからみんな中澤さんに情報を提供したいんですよ。そうだね、みんなほんまに普通なら聞いてくれないような、うん、とんでもないやつほど中澤さんに渡した方がいいよね、うん、喜ぶ、うんうん、あの中澤さんじゃないとそう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 、それ話せないってなっちゃうから、うん、なんやこれって言って不思議なものとかも、うん、でも中澤さんなら喋れるってあるからね。むちゃくちゃいいネタに仕上がりますから。そうそうそう、うん、そこは確かに思うわ。いやあの人すごいっすよ、うん、あの俺ほんま こういう人が天才なんだなって思いますもんね。中澤とか見てると、うん、思いつかないもん天才っていうかもう、うん、あれよね、だから、うんうん、あの本当に好きで、うんもう本当にそれに人生結構捧げてるから、まあね、そうですね。やっぱなっちゃうんだろうな、うん、ああいう感じにね。やっぱ変だもんなあの人、うん、面白いけど奇才だなって思うもう、うん、そうだね、すごいなって。向こう数年は出ないと思うよ、うん、ああいう人。いやね、うん、逸材ですよねほんまにね、うん、まだ原石だし、似た人見たことないもん、うん、あんなにテレビ出てるのにまだ原石だしなまだ出ると思う。磨かれる気がないから。あの人面白いわほんまに。面白いね。面白い。うん。何の話か分からないけど。まあいろんな方がいて、あそうっすね、いろんな魅力があるって話ですよ。今年はもっといろんな人に会うと思いますよ僕。ああそうっすか、うん。約束もしてますし、うん、あの人と一緒になんか仕事するのっていう人とも仕事決まってたりするので、うん、はい。まあだから。新たな発見があるかもしれないと、うん、そうですね、いろいろ、うん、あとまあいろいろ取材行く場所も決まってきましたし僕。ああそうっすか。年始のね、うんうん、スケジュールがそう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 楽しくなりそうだなっていう、うん、なんかあるんですか木本さんは。スケジュール、スケジュール年始なんか決まってますみたいな。あでも俺そんなね、うん、先々あんまり決めないから。パチプロだもんな、うん、もうその日、うん、まあ会って一、うんうん、3日前とか5日前ぐらいに行きたいとこが出たら行くぐらい、うん、そんな感じで動いてんのいつも、うん、すごいな俺もう先のスケジュール決めるのが大嫌いなんだよ。あれもう一緒やけど1ヶ月とか先のやつ、うん、もうその時行きたいタイミングじゃない気がしちゃうから。そっか、そうだから、そっかそっか、3日4日後やったらまだその気持ちいられるけど1ヶ月後って言ったらもう違うかもしれませんもん、ね、うん、そう、もうなんかその熱がない気がしちゃうから、うん、そっか決めらんないんだ。決めらんないんだよね、うん、でもワクワクですけどね。あそう、はよ来いその日みたいなまあだから町、うん、同士をそこまでちゃんとね持ち続けてればいいけどね、うん、まあ、でも全部好きなことだから、うん、決まってるって言ったって旅行じゃないからね、取材だからまあまあ、うん、でそこだよな、うん、すごい楽しみです、うん、いいんじゃない、だからそのスタンスで、まあね、うん、やっていけばいろいろ頑張っていきますよ、はいはい、ほんまに、
うん、ということなんで、はい、じゃあ皆さんもね、それを見ていただければと思いますよ。まあね、はい、うん、ということで、まあ次からですね、多分通常回みたいな感じになっていくと思いますので、はい、まあ、岸本の間違えのパターンを、はい、ぜひ用意していただければいいなと思います。来てんの？いや、来てないと思う。まだ出してないから。そっかそっか、この時にはまだ配信してないもんね。うん、はいはい、了解。はい。ということで、じゃあまたお願いいたします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。